縦書きと横書き、世界に存在する文書は、その言語及び表記する文字体系の組み合わせによって、文字を書き進める方向、所持方向が異なる。所持方向には、大きく分けて縦書き、縦書き、縦組と、横書き、横書き、横組がある。所持方向は、文字の並べ方によって縦書き、横書きに2分され、それぞれが行、または、 列の並べ方によりさらに2分される。縦書きは文字を列ごとに上から下に縦に連ねる。縦書きには列を右から左へ順に並べる右縦書きと左から右へ順に並べる左縦書きがある。横書きは文字を項ごとに一方向に横に並べる。横書きには文字を右から左へ順に並べて行を左に進める。 右横書きと文字を左から右へ順に並べて行を右に進める左横書きがある。中国語及び日本語、書き小日、朝鮮語では本来縦書きで右から左へ行を進めていた右縦書き。しかし近代以降はいずれの国でも横書きとの併用が行われる。縦書きと横書きの両方が併用可能な文字言語は現代では 比較的珍しく、文字を正方形のマスに見立てて配置する漢字、及び漢字と併用される、表音文字の特徴と言える。なお、近年の韓国では、横書きの仕様が圧倒的になっており、稀に縦書きを用いる際も、英語に代表されるインドヨーロッパ語族等は、左から右の横書き、左横書きである。縦書きされることは、 看板等のデザイン上の都合を除いてほとんどない。日本や中華圏でも現代では、英語等に習う形で左横書きの文書が多くなっている。それぞれ独自の文字を持つ南アジア、東南アジアの諸地域でも、左から右への横書き、左横書きが多い。これに対して、アラビア語、ヘブライ語等の中東圏では、その逆に右から左へと文字が綴られる、右横書き。 モンゴル文字で表記される、モンゴル語は、左から右へと行を進める縦書き、左縦書きを使用する。これは、モンゴル文字が、ソグド文字系統のウイグル文字から派生したことに、由来する。これらの文字は、もともと、右横書きされていたが、後に、これを、半時計回りに90度回転した形の、左縦書きも用いられるようになった。古代には、ヒエログリフのように、 所持方向がかなり融通の利く、文字言語や、左右の行端で文字を折り返す、流行式などを採用する文字言語もあったが、現代の諸言語の文書には見られない特徴である。また、下から上へ行を重ねる横書きが確認されない。一方、下から上への縦書きは、アイルランドゲール語の王が無比文の例、そして特欠文字、オルホン文字が、稀にそのように書かれるなど、 歴史的にもごくわずかに存在する。元来、日本語は漢文に習い、文字を上から下へ、また行を、右から左へと進めて、表記を行うものである。漢字と、名は縦書きを前提とした筆順であり、横書き不能な書体も存在する。変額や、石碑の大字などは一見すると、右横書きのように見えるが、前近代にあっては、これらは、 一行一文字の縦書き、つまり縦書きの基範で書かれたものであって、右横書きではないのが通常であ、スペースに高さがある場合は一行二文字以上として、右から左へ行が進むこととなる。従って、これらはあくまでも縦書きの範疇にある。漢字も金も、横書くはすべて、左から右へ、縦書くはすべて上から下へ書くものであり、下から上へ縦書きしないのと同様に、 左横書きは可能でも右横書きには無理が生じる。日本語学者の柳池誠の調査によれば、日本で出版物に横書きが現れるのは、ごく稀な先行例はあるものの18世紀後半に蘭学が紹介されてからのことである。1788年、天明8年に大月玄卓が刊行した蘭学改定が、初めて幕府の公認のもとにオランダ語の文字。 すなわち、ラテン文字を紹介したのをきっかけに、民衆の間に横書き文字の存在が広く知られるようになった。一般民衆向けの出版物にも、オランダ語の文字を模倣して日本語の文章を横書きするものが現れた。例えば1806年、文化三年間の式帝三馬による、おのうそ地づくし、おののばか村うそ地づくしは、往来物のパロディだがひらがなを、 左横書きし書体も王子に似せた、おいらんだ文字なるものを記している。また、1862年、文久2年の、アベエリカ州カジハミヤ港出版の図は、一行一文字の縦書きとは区別された、右横書きの例として指摘されている。次に、横書きが用いられたのは、外国語辞書であった。最初の日本語の外国語辞書は、外国語が左横書き。 日本語が縦書きで本を回転しないと普通に読めない。1885年、明治18年の終鎮総図読和辞書では5尺、日本語を横書きしている。太平洋戦争前、欧文兵器文書以外の一般大衆を主対象とする新聞や広告などでは、一行一文字の縦書きを横読みさせる記法、またはこれと同様に読むことができる。 右横書きが優勢であった。ただし、観光物では、右横書きの文章は長くても数行程度ものであり、雑誌記事において、縦書きと併用して用いられる場合が多かった。個人の手控えでは、日露戦争に従軍した軍曹の人中日誌などに、文章全体が右横書きで記されている例が見られる。1940年、昭和15年頃からは、 左横書きによる方向統一の動きが各所で散見されるようになり、文部省の諮問機関、国語審議会では1942年、昭和17年7月、左横書きを本則とする胸の答申を出すに至る。しかしこれに対して反対論も強く、答申の同部分は閣議提案されなかった。当時、陸軍はむしろ、左横書き専用への移行を進めていた。 しかし、国粋主義的な論調の高まりの中で、米英崇拝であるとして、左横書き排除を唱える者も,も現れ、左横書きを用いる商店への投初運動も展開された。このため、新聞社の中には、左横書きの広告を拒否する社もあった。戦後、GHQ、スキャプによるアメリカ教育施設団報告書中のローマ字採用勧告や、 漢字の廃止運動、国語国字問題、漢字廃止論などの社会運動により、西欧の気泡に倣う、左横書きが革新的、一行一文字の縦書き及び、右横書きは保守的というイメージは決定的なものとなり、一行一文字の縦書き及び、右横書きは衰退の一途をたどることとなった。前出の柳家の調査によれば、新聞の見出しの横書きは、 読売放置新聞。現在の読売新聞が1946年、昭和21年1月1日号から左横書きに切り替わったのを初の例として、1948年、昭和23年までに日本経済新聞を除く全紙の見出しが切り替わっている。日本経済新聞は1950年、昭和25年9月に切り替え、 また紙幣では1948年昭和23年3月の B50 選挙を短所として左横が聞かされている。また、書管庁の作成する文書形式のガイドライン、公用文作成の要領、1951年昭和26年10月30日国語審議会、審議決定、1952年昭和27年4月4日、 内閣官房長官異名通知では、執務能率を増進する目的をもって、書類の書き方について、略なるべく広い範囲にわたって、左横書きとするとしている。これにより、行政機関では、早くから多くの文書で横書きが用いられてきた。しかし、法律案に関する文書や閣議に関する文書など、縦書きされる文書も多く残る。これに対して、裁判所では、 長らくすべての文書で縦書きが用いられていた。しかし、2001年、平成13年1月1日からは、すべての文書で横書きが用いられている。なお、司法試験、論文式の答案も、同年から横書きに変更された。一方、印刷物の本文を見ると、日本で発行されている新聞、雑誌、一般向け書籍の多くで、今日まで縦書き、 縦組が主流であり続けている。とりわけ新聞の一般紙では縦組しかない。朝日新聞社が1950年、昭和25年頃に1ページのみの横組の内部テスト版を作ったことがあるが、実際に発行されることはなかった。雑誌でも自然科学や工学、社会学や経済学、言語学、人類学などの分野を除き、 本文に縦組みを採用する例がほとんどである。一般向け科学雑誌の科学朝日のように、1941年、昭和16年の創刊時には縦組みで、その後横書き、横組みに変えながら、1989年、平成元年に縦組みに戻した例もある。写真やイラストの多いレイアウトに向いていたからだという。文芸書の横組みは、1984年、 昭和59年間の小峰元、クレオパトラの黒いため息が初めてと見られるが、小峰のこれ以外の作品は出版社の要望によりすべて縦組となっている。今日でも文芸作品が横組とされることは稀である。日本語において縦書きと横書きで字型や組版の異なることがある。漢字は、活字体の場合は、 縦書きの時も横書きの時もその字体に変わりはないが、手書きの字型の場合は異なるケースがある。小書き柄は縦書きと横書きで書く位置が異なる。縦書きの場合は通常の文字に比べ右側に書き、多くの場合は右上に書く。以前は前の文字の右下に書くこともあった。横書きの場合は下に書き、左下にすることも多い。 舌付き文字のようには外になることはない。音引きは、縦書き時は縦線で、横書き時は横線で書かれる。波出し紙を用いる場合は、通常縦書きの場合と横書きの場合は90度、回転させた上で胸像にした字型になる。矢のような合略仮名は、縦書きの時にのみに用いられる。区のあざは、縦書きの時に主に用いられ通常横書きでは、 持ち以い内が絵の字のように書いたりダッシュで代用することもある。薬物は縦書きと横書きとで字体が異なるものがある。苦闘点は縦書きの場合は全角マスの右上、横書きの場合には全角マスの左下に書く。括弧は縦書きの場合と横書きの場合は90度を回転させる。使用する薬物を変える場合もあり、横書き時には苦闘点の代わりにピリオド、 コンマを用いることがある。また、ダブルコートを横書きで用いるが、縦書きでは、鍵カカッコに変更する場合もある。小数点は、横書きではピリオドを用いるが、縦書きでは中黒を用いる。ダッシュは、縦書きは縦線、横書きは横線になる。リーダーは、縦書き時には中黒を縦に並べるが、横書きは中黒を横に並べたり、ピリオドを横に並べたりする。 数字に関しては、横書きでは、三用数字を、縦書きでは、関数字を用いることが多いという違いがある。ただし、縦書きでも2から3桁程度の三用数字は漢字、かな一文字分のスペースに横に並べて詰め込みことがあり、これを、組数字という。新聞社や通信社の一部では、縦書きの三用数字化を進める動きもあるという。縦書きの中のローマ字は、 金のようにそのまま書かれることも多いが、90度回転して、文字の下が左に向くように書くこともある。自動車や船舶など、明瞭に前後の概念を持つ対象に文字を書く場合、進行中の読み取りを考慮して、右側面に右横書きが用いられることがある。無論反対側では、左横書きであり、左右対象に書かれていることとなる。しかしながら、レタリング表示が、 ロゴタイプの概念に置き換えられるにつけ、この慣例も捨てれつつある。例を挙げると、名古屋製楽株式会社では、トラックの右側面の表記を2018年1月から導入の新型車両には、従来のターヤジスからスジャータに置き換えるとしていい。現代日本においては、縦書きも横書きも共に用いられる。縦書き、縦組みは、 日本語本来の基法である伝統と教示とともに、書道作品のほとんど、国語の教科書、文芸、小説、詩歌、戯曲など、新聞などで用いられる。漫画も、その戦前からの伝統を踏襲しており、駒運びは、右横進行。吹き出しのセリフは、縦書きが標準であるが、左開きに製本された場合、駒運びだけは、右横進行のことも、左横進行のこともある。 また、基本的にセリフは縦書きであるが、一部の外国語が話されているというシーンでは、そのセリフの吹き出しだけ横書きにするという漫画作品もある。この場合、一つのページに縦書きと横書きが混在する。自然科学関連の書籍でも、数式などを用いない、啓蒙書では縦書きの例が依然として多い。社会科学系の書物も、通理経済学。 会計学の専門書を除くと、縦書きが多い。公文書においては、法令や法案、官報、あるいは国会での決議と決議案が縦書きにされる。縦書き及び、右横書き基調のと市本は、右開きに製本される。横書き、横組は、例えば、外国語、数学、科学、音楽に、などに関する、専門書。つまり、横書きの言語、数式。 楽譜を含むような文書のほとんどで使われる。コンピュータの出力もほとんど横書きである。映画、ゲーム情報誌なども横長の画面写真を扱うレイアウトの性質上、横書きが主流である。左横書き基調の綴り本は左開きに製本される。シナリオも縦書きで出版されるのが普通であるが、英語学習用の洋画の大役付きシナリオ書などは横書きである。 社会科学系の書物では、添島隆彦のアメリカ政治思想の大研究は、人名や専門用語などに、正式な英語表記が併記されるために、横書きで出版された。しかし、文庫化された時に縦書きになった。数式を多用する経済学の場合、専門書は横書きの場合も多いが、経済評論などの場合は、縦が普通である。 資本論も縦書きで出版されることが多い。小室直樹の経済学の啓蒙書は、数式を使うは縦書きである。トム・ピーターズの経営書の役所も縦書きで出版されていたが、マニフェストシリーズは横書きである。学校教育の教科書では、国語に属する分野以外はほぼ横書きが用いられる。社会科が縦書きだった時期も、昭和60年代まであったが、 その後は横書きになった。横書き基調の書面の左右端などのスペースに縦書きが用いられたり、逆に縦書き基調の書面の上下端に横書きが用いられることも珍しくなく、こういったことは重要領養の日本語組版の強みといる。新聞では見出しにおいてデザインやレイアウトの都合、または協調のために横書きを使うこともある。 またテレビラジオの番組予定欄、ラテ欄は原則として横書きである。文芸作品の多くが縦書きだが、携帯小説は横書きが多い。純文学でも、帰国子女が著者である英語交じりの作品、水村美奈の私小説フロムレフトツーライト、黒田明、メイドインジャパンは横書きである。そのような事情がない横書きの純文学小説には、篠原はじめの 誰が小まどり殺したのや福永真のアクロバット前夜がある。英語のような横書き言語の役所であっても縦書きが普通であるが、バローズのうちなる猫、山形博を、役は横書きで出版された。糸山明子のスモールトークは単行本では横書き、文庫版は縦書きだった。岡井隆の歌集、イタリアは、表紙は縦書き、作品は、 横書きで出版された。2013年前期の芥川賞第148回を横書き小説アブサンゴが受賞した。同賞において石黒辰政の横書き小説が候補に上がったことはあったが受賞したのは本作が初めて。東アジアにおける文字の主流は漢字の系統、ブラーフミー文字の系統、アラビア文字の系統、ウイグル文字の系統、 および、近代以降のラテン文字、キリル文字に分かれる。漢字から派生した文字は、伝統的に主に縦書きを使用するが、現在は、左横書きが多用されるようになっている。一方、ブラーフミー文字から派生した文字は、伝統的に左から右に向かっての横書きを使用する。アラビア文字は、右から左の横書きであるが、アラビア文字と、同じくアラム文字から派生したウイグル文字。 モンゴル文字、満州文字では縦書き変化している。ただし、行は漢字と異なって左から右へと進む。ラテン文字とキリル文字は左横書きである。漢字は古来縦書きされ、横書きが必要な時には基本的に右から書いた。ハングルも漢字に影響を受け、縦書きが主流であった。現在では使用されていないが、おそらくは漢字に大きな影響を受けたと考えられる。 聖歌文字、切端文字、助信文字もまた縦書きが主に用いられた。しかし、漢字とハングルは現在ではいずれも左横書きが発達している。チベットのチベット文字はインド系の文字であり、左からの横書き専用の文字として発達した。ただし、チベット文字から派生したパスパ文字は書き方において、チベット文字と大きく異なり、縦書き専用の文字であった。 ウイグル文字から派生したモンゴル文字は、縦書き専用という特徴のため、パソコンの表示において、大きな制約が出てしまっている。かつて使われた特結文字は原則として右から左への横書きであり、縦書きが必要な時は右に90度曲げて下から上に書いた行は右から左に進む。ベトナムは漢字文化圏に属し、かつて漢字やチノムを縦書きで書いたが、 現在では、ラテン文字による左横書き聖書法のクオッククーを使用する。タイ文字、クメール文字、ビルマ文字などはインド系の文字であり、いずれも左から右に向かっての横書きを使用する。マレーシア、インドネシア、フィリピンなどではかつて、インド系の文字やアラビア文字を使用したこともあったが、現在はいずれも左横書きのラテン文字を使用する。南アジアでは、 ブラーフミー文字系統のデーバナーガリーなどが左横書きされ、アラビア文字、ウルドゥー語などヤターナ文字は右横書きされる。西アジアでは古代アラム語が事実上の国際語として普及しており、その文字であるアラム文字もまた後半に使用されていた。その後、アラビア文字やシリア文字、ヘブライ文字など、西アジアでは多数の文字が生まれたが、その多くは、 アラム文字を源流とする。その多くは右から左に向かって横に書く形式であり、縦書きは基本的に用いられなかった。現在、西アジアで使用される文字は大きく分けて、ラテン文字、ヘブライ文字、アラビア文字だが、ヘブライ文字、アラビア文字は今でも右から左に向かって書くのに対し、ラテン文字を使用する言語はヨーロッパと同様に左から右に書く。 英語やフランス語など、ラテン文字で書かれる言語は通常横書きだが、文字を縦に配置せざるを得ない場面で次のような方法が取られることがある。古代エジプトの象形文字ヒエログリフは、象形の原理によって作られた文字であるが、その用法としては、標音、陸書でいうか尺が多い。所字方向は縦書き、横書き、右書き、左書きが可能であり、所字方向の制約が緩い。 しかしながら、基範となる、所持方向として、右横書きが意識されていた。また、文字は左右逆、共造に書いても良いので、縦書きの業界の方向や横書きの進行方向は、人や鳥をかたどった文字の顔の向きで判別する。例えば、横書きで顔が左を向いていれば、左横書きである。文字ごとに、形や大きさがまちまちなため、小さい文字や縦長、 横長の文字が続くときは、行中で2から3個重ねて書く、例えば横書き出れば、縦に重ねることもしばしば行われた。コンピュータは、左横書きの英語を用いる米国で発展したものであり、また同様に左横書きである三用数字を多用することから、コンピュータにおける所字方向は、左横書きが圧倒的に優勢である。しかし近年、コンピュータの性能、 容量の向上と普及拡大に伴う国際化、多言語化の流れにより、左横書き以外の所持方向のサポートも求められるようになった。主要な課題は、右横書きと縦書きのサポートである。アラビア文字やヘブライ文字は、右横書きのサポートが必須である。しかも、これらの文字に、オーブンや三様数字が混在する場合は、そこだけ、左横書きとなることから、 単に文字を右から左に並べれば良いという問題ではなく、右横書きと左横書きが混在、入れ子になった場合の表示や入力を正しく処理することが求められる。また、右横書きでは、左横書きと比べて焼く物の,の向きが逆になる。特に、括弧の論理的意味が逆になる。例えば、が開き括弧となる点に注意が必要である。コンピュータの世界では、 右横書きのことを R2L あるいは RTL と呼ぶ。左横書きは L2R ないし LTR である。R2L と L2R が混在した環境のことを双方向テキストといい、ビジと略す。近年、主要なオペレーティングシステムがビジをサポートしており、また HTML4.0 においてもディル属性が導入され、ビジのサポートが進められている。 日本語などの漢字文化圏の文字言語は伝統的に縦書きであったが近年は左横書きも一般的となりコンピュータでも左横書きで処理されてきたしかし手紙や宛名書き小説などを縦書きで読み書きしたいというニーズは根強いものがありテキストエディタやワープロソフト年賀状作成ソフト電子書籍リーダーなどで縦書きのサポートが取り入れられている ウェブブラウザではビバルディが2018年1月に世界で初めて縦書きのリーダーモードを標準搭載した。また、縦書き専用の影高があるほか、横書きの文章を縦書きに変換する JavaScript のライブラリーを供しているプログラマーもいる。フラッシュではバージョン10から縦書きレイアウトを組めるようになっている。現在普及中の CSS のレベル3では、 縦書きをサポートしている。加えて、電子書籍用のファイル形式 EP 部では、バージョン3から、日本語や中国語の縦書きや、右横書きのアラビア語、ヘブライ語に対応した。ユニコードにおいても、参照情報を提供している。縦書きの文章の中に、横書きの文字が出てくる場合や、その逆の場合の処理は、左横書きと、右横書きの混在よりも、 難しい問題を引き起こす。JISX4051 では、縦書きの中に、オーブンの横書きが出現する場合についての3種類の処理を挙げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。